こんにちは、柴戸です。今日はですね、バンド解散後の進路と題してお話をさせていただこうかなと思います。まあ今一生懸命バンドやってる人からしたらですね、進路とか就職とかっていうとですね、ちょっとファックな感じの話になるかもしれないんですけれども、まあ自分もですね、バンドやってる時はですね、全く就職とか進路のことは考えていなかったですね。もうバンドにこう続行みたいな感じで、もうそればっかり考えておりました。まあ、今回ですね、就職とか進路とかのことを考えながらバンド活動をしようというふうなお話ではなくて、バンド活動中にある動きをしておくだけでいろんなつながりができて、結果結構面白い未来に近づいていけるよっていうふうな感じのですね、お話になります。まあ、自分もですね、全然成功者とかではないんですけれども、割と楽しく生きておりまして、バンド解散後はレコード会社に拾ってもらって、まあ、メディア関係のですね、プロモーターというお仕事をやらせていただいておりました。で、まあ、その後はですね、新人のライブパフォーマンスの指導であったり演奏指導なんかをやらせていただいて、まあ、ちょっと違う世界も見たいなっていうところでレコード会社、そこで退職して転職したんですけれども、転職先はですね、広告代理店です。でその時は主に紙媒体やっておりまして、最初は女性誌の企画とかでしたね。まあ、JJ だったりとかクラッシーとかみたいな感じをやってたんですけれども、でやっぱり音楽やりたいなと思って音楽系の雑誌のですね、企画とかをやらせていただくようになりました。まあ、企画の一つとしてはサイバーエージェントがやっているアメーバブログですね。あの中にアメビジュっていうですね、ビジュアル系のカテゴリーのブログがあるんですけれども、まあそことですね、ビジュアル系雑誌ショックスを連動させた企画ですね、これを立ち上げまして、紙面の制作をやっておりました。で今はですね、メディア関係から離れてグッズですね、アーティストのグッズ関係の管理をやらせていただいております。でまあそういった感じで音楽に触れつつ、まあこうやって YouTube なんかもやらせていただいておりまして、まあ平平凡凡とではございますが、まあまあ楽しくやらせていただいている感じですね。でこれからお話しすることはですね、バンド活動の中でも必ず役に立つお話になってきます。今の活動に少しだけプラスの行動をするだけでより楽しい未来に近づくよっていうお話になりますので、まあ、ぜひぜひ参考にしてもらえたらなと思います。ちょっと今回僕はですね、4つに絞ってお話をさせていただきたいなと思っております。一つはですね、コミュニケーション力を今よりもさらにつける。で2つ目は何かしらを仕切る。で3つ目は映像編集で、4つ目は広告主を知るというふうな感じの4つですね。この4つのことを今よりも少しだけ頑張るみたいな感じでやってもらえたなと思います。じゃあ1個ずつ話していきますね。まあコミュニケーション力を今よりもさらにつけるというのはですね、まあ今十分にコミュニケーション力あるわっていう方々がですね、ほぼほぼだとは思うんですけれども、もう少しだけ接する人の幅を広げるとか、今お付き合いしている方や知り合いの方をもっと深掘りする、まあこうするだけでですね、もっと出会いの幅も広がりますし、密度も非常に濃くなってきます。まあ例えばですね、ライブハウスの PA さんに、まあ自分らのバンドのことであったりとかリハーサルのこととかっていうのはもちろん質問するんですけれども、まあその人がですね、どんなバンドが好きなのかとか、どんなバンドの PA をやっているのかとかですね、あとはどういうリハーサルの手順が一番進行的に PA さんとしてありがたいのかとかですね、もう一歩踏み込んでお話をしてみると、さらに良い人間関係を築けると思います。で二つ目の何かしら仕切る、まあこれはですね、基本的にバンドってリーダーがいて、リーダーがまあライブのブッキングであったりとか、リハーサルの予約であったりとか主にやってると思うんですけれども、まあ、できればですね、バンド内で仕事を分担しておくっていうのは非常にいいことだと思います。例えばバンドのグッズに関してはドラムに全てを任せると、
で、グッズのことに関して1から10ですね。入り口から出口まで全てドラムにやってもらうと。ここがキーポイントです。1から10まで全てやるっていうことが今後の経験に生かされていきます。例えばグッズだったら、まあ何のグッズを作ろう。まあ例えばタオルを作ろう。ってなると、まあデザインを誰かに頼まなければいけない。で、どこに発注するのか、まあ、何枚発注するのか、いくらで1枚作れるのか、でいくらで売るのか、で何枚売れば元が取れるのかとかですね、いろいろやることがあると思います。まあ、できればですね、やっぱり断片的に仕事をやるのではなくて、1から10まで全てやるっていうことに意味があると思います。で、3つ目。映像編集なんですけれども、まあこれは言わずもがなって感じですよね。今後まあ YouTube を筆頭にですね、動画のコンテンツが増えていくことはもう間違いないです。となると、フリーでですね、映像の編集を受け終えるような時代にもうなってはいますけれども、さらに需要が増えるというふうな感じですね。もちろん今自分が活動しているバンドの PV 制作などでもそのスキルは活かされますし、まあ今のうちに技術を身につけておけば、まあ他のバンドの PV 制作を受注できて、まあ収益に変えれる。で、まあまたそれをですね、バンドの活動費に充てれたりとかですね、まあ広がっていきますよ。なのでぜひぜひですね、映像編集はもう今すぐにでも勉強し始めたらいかがでしょうか。で、4つ目はですね、広告を知る。まあこれはですね、マーケティングの真似事みたいな感じですね。まあ、全然難しいことじゃなくて、まあテレビ番組のスポンサーであったりとか、まあこの YouTube もそうですよね。まあどういう広告が流れているのか、でどのメーカーがどういう商品を宣伝しようとしているのかといったことをですね、見ておくことによって、ターゲット層が見えてきますよね。まあこれはですね、もちろんバンドの活動にも使えます。まあ例えば日曜の午前中の、まあアニメ枠のところでは、子供のおもちゃメーカーさんがすごく多いとか、まあ平日の昼は洗濯洗剤とかの CM が多いとかですね。あとまあゴールデンタイムだったらビールの CM が多いとか、まあこういったことをですね、少しだけ気にかけて見ておくだけで、まあどういうメーカーがどういうターゲット層に対して、ここは何狙いでこういう CM を売ってるんだなとかっていうのがですね、見えてくると思います。まあ要するにですね、需要がある場所に種をまくという作業ですね。まあ、メーカーにはですね、商品を売るための戦略会議があります。これはですね、レコード会社も同じく似たような戦略会議があります。限りある宣伝費の中で最大限の成果を上げるためにどうすればいいのかっていうふうな感じの会議ですね。もちろん自分らのバンドの時にもこれは役立ちますので、少しずつでもいいので広告主を知っていくっていうことを勉強してはいかがでしょうか。という感じでですね、今の行動に、今の生活にですね、少しだけプラスして学んでいくだけでですね、いろんなことをですね、吸収できて、まあ、今後の人生にプラスになると思います。ぜひぜひですね、こう皆さんアンテナを張って、いろんなものを見て、いろんなものを聞いて、自分の蓄えにしていってください。では最後におさらいしておきます。一つはですね、コミュニケーション力を今よりもさらにつける。で、二つ目は何かしら仕切ると。三つ目は映像編集のスキルをつけると。で、四つ目は広告主を知る。以上の四つです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。